はい、タヤバムクーヘンです。今ですね、今アパホテル伊勢崎駅前駅南に来ております。ここからですね、今、伊勢崎駅の方にちょっと歩いてですね、散策行きたいと思います。今日ですね、ちょっとさっきのですね動画で終わろうと思ったんですけども、ちょっと歩いて何分ぐらいのところにちょっと伊勢崎の駅があるんで、ちょっとそこ行きましょう。東武伊勢崎線っていう形でですね、私どものですね、故郷のですね、故郷というかですね、地元の足立区の方までですね、東武伊勢崎線っていうのが通ってますけども、そこから、そこの、終着駅と言っても過言でないですね、東武の伊勢崎駅。で、JR の場合は、あれなのかな、両毛線っていう名前になってましたかね。ちょっと定かでないんですけども、ちょっと行きたいと思います。ちょっとあとですね、ベイシアっていうですね、スーパーがあるみたいなんで、そっちの方で、とりあえずはですね、ちょっと今日の食料、買って帰りたいと思います。今時刻がですね、5時25分ですね。日が伸びましたよね。多分こんな、この前のですね、昼普通の2月とか1月とかだったらもう真っ暗ですよ、今これ、この時間は。それぐらい今、まだ、天気がですね、あんまり良くないんで、ちょっと暗いですけども、晴れたらもうちょっと、多分いい天気、よく見えてるでしょうね、多分、おそらく。まあ行けますか。まあ一応ちょっとあんまり信号無視するとちょっとあれだからな、ちょっと一応無視せずに行った方がいいな。またはい、行きましょう。ベーシアあんじゃん。あそこ、ベーシアで買っていこう。ちょっと駅にとりあえずですね、行きましょう。この時間だから、なんか、あれかな、半額とかなってていいけどな。なってなそうだな、まだ。時間的に。どれどれ。伊勢崎駅はどうなってるのかな。あ、両毛線だ。両毛線。今、ちょっと小さいからね、皆さんあんま見えてないかもしれないですけども、私は目で見えています。両毛線。コーヒールーム。こっち渡るか。はい、渡りましょう。
ベイシアですね。ベイシアです。あ、こっちですね。こんな感じでございますけども、ちょっとあっちの方を、駅の方をぐるっと回っていきますんで、そこでちょっと終了したいと思います。ベイシアスーパーマーケット。イトーヨーカドンですね。長楽の、こういうのになってますけども、一応ですね、ちょっと、こう、回りたいと思います。こっち行きます。こっち行きまして、よし。ここで伊勢崎の駅がありますね。まあ前橋とか田坂高田に近いのかな。これ初めて来ますね、伊勢崎の駅。ここが本当のターミナルですね。ターミナルじゃないな。中心地伊勢崎駅前でございます。JR の伊勢崎駅ですかね、おそらく。ここはベイシアがありますけども、そこ行って終了にしますか。とりあえずさっき南口ですね。南口です。ちょっと一旦切ります。はい、こっちが北口ですね。こっちは東横インとか AB ホテルとかですね。そんなのがあります。こっちはもう閑散としてますね。ちょっと駅のですね、中ちょっと撮っていきたいと思いますので一回切ります。はい、ではここはですね、JR 伊勢崎駅入り口ですね。両毛線高崎行ったりですね、小山行ったりする。電車でございますね。入り口です、伊勢崎線の入り口 JR ですね、はい、でこっちは南口方面ですけども、東武線乗り場、東武伊勢崎線、東京スカイツリーの方にですね向かう電車の東武の方でございます。はい、でこっちにはベイシアがありますん でスーパーでちょっと買って食料買って帰りたいと思います。あっちが JR ですね。でこっちが、東武でございます。はい、どうもありがとうございました。